どうもフルコンでございます。こちらの映像はプライベートテストの、映像でございますけれども、ロトンフィールズですね。ロトンフィールズとか城塞の神殿とか、めちゃくちゃ広かったマップが若干狭くなって、索敵がしやすくなっているというような、アップデートが来ると、まあその感じなんですけれども、まあロトンフィールズ、確かにちょっと小さくなったかなという感じ。前よりはだいぶマシになった感じはしますね。で、他にも、まあもともと事前に運営が発表してたアイアンワークス・オブ・ミザリーとか、あの辺の窓枠の変更ね、に加えて、おぞましい貯蔵室とかもこんな感じで、強烈に強かった窓枠がちょっとマシになったり、しておりました。というわけで、まあ、窓枠、まあ、マップ弱体化という感じなんですかね、サバイバー側にとって。うん、まあでもそれぐらいはしてもらわないと、今の現状ね、発電機直るの早すぎてかなりキラーきつかったんで、まあこのアップでは普通にこのまま実装してほしいかなという感じで、思いました。というわけで、窓枠弱体化記念ということで、今日は窓枠に関するパークばっかりのマイケルで挑もうかなと思います。バックウォータースワンプペイルローズにてマイケルでやっていきます。というわけで今日は、窓枠化が弱体化ということで、まあ、キラーにとっては記念ですかね、はい。窓枠に関するパークをたくさん持ってきました。まず窓枠を封鎖する、まあ、まやかしっすよね。これと、さらに、窓枠を封鎖するといえば、無慈悲の極地ですよ。治った発電機の近くの窓枠を封鎖するという、意味不明パーク。そして、この窓枠とか板とかが見えちゃう。最強パーク斬新タクティクス。斬新の戦術か。で、発電機が治るたんびに、いいえ、これはもう、座らせてもらおう。窓枠および板の破壊が早くなるファイアアップ。という感じで、来ました。さあ、チンパーク一切ないんで、まあ、相当厳しい構成ではあるんですけど、なんとか、うまいことやりたいなという感じでやってますが。ちょっと。まあここの板を倒してもらいながら少しずつ吸う感じでいこうか。ちょっと板減らしたいし、OKOK、一撃目は食らってでも倒さない人結構多い。この人は倒してくれたんで、まあとりあえずそれでいいか。よし、おめっちゃやってる。ちょっとそこ止めたい。待って、 OK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  離れてくれた。冷めつつ切りたいな。切れば離れるっしょ。切らなきゃすぐ戻ってくるから、切ったら少しは離れてくれる。この板倒してもらおう。倒せないか。オッケーオッケー、まあまあいいや。で、お、これ終える、終えちゃう、いいぞ。なんかちょっと引っかかってた感じが。よしよし、まやかしでレベル2の時点でマイケル、おーっしよ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 しあーでかか最強パークが無慈悲の極地がねえ、やっぱ最強なんすよ無慈悲の極地。治った発電機の近くの範囲の窓枠封鎖しちゃうんすよ。てかあれか、これ斬新タクティクスと無慈悲の極地両方つけてると、どこの窓枠が閉じて、どこの窓枠がただ見えてるだけなんかわからんくなるのかおい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 、斬新タクティクスと無慈悲の極地が相性悪いなんて、そんなこと知ってるキラー使いいないでしょ。なかなか今日覚えて帰ってくださいね、テストに出るので。でこのおじいちゃんをあそこに釣って、あのめちゃくちゃ進んでる発電機守りたいな。うん、今救われたケイトがあそこ進んでるの知ってるから、あ、でもこういうか、うん、じゃあこっち置こうか。オッケーオッケーオッケー、オッケー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 、よっしゃ、それはフェイントかかってくれたん、助かる、よかった。どこ釣ろう、遠いな。
こでいいか。あの回ってる発電機の真近くにフックがあったら最高やってんけど、ちょっと遠かった。見に行きましょう。交代してるね。で、落ちないかそれは。スプーバーがあるんかと思った今。それは助かる。あ、普通に釣りましょう。よっしゃよっしゃよっしゃ。結構、あそう、今回はねワンパン時間がかなり長くなるベリーレアなアドオンつけてます。ただワンパンタイムになるまでの時間は伸びると。でまあいいやですね、安定の。おお、よし、オッケー、いいや。今のちょっと普通に置いてたら間に合ってたような気もしたけど。あ、この板も倒してもらおう。よし、ま、ど真ん中の板をもう全部なくそう。ワンパンタイムやったら倒すっしょ。うん、これでいいや。オッケー、時間切れなんで少し吸って、ケイトもまだ向こうおるの。じいちゃん来てたわ。これはためよ、つく、いいね。おじいちゃんもう吸えないな。まあさすがにボロタやんな、これいいや。釣っちゃおう。オッケーオッケー、2回目のワンパンタイムすぐ入れた。ちょっと無茶めの救助してくれたから。ここは交代してね、いいね。おっしゃおっしゃ、発電機残り3個の状態で結構いい感じに釣り回数増やしてるよ。いた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 、よし追いましょう。おっしゃ、オッケー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 。いやー、もうそれ追うかこれ。うん、いいや。おお、這いずり作って2人怪我でだいぶ支援できてる状態やから、ちょっと追ってみましょう。倒さない、どうしようか。もう倒すよね、さすがに。マジか、今の食らうか。うーん、待ったつもりやってんけどね今のはね。なんか感覚がダメだわ。おじい、オッケー。でもちょっと DS 警戒で向こうに2人おるので、まあ閉じとくか。え、うんで、そこ倒すよな。あろう、ちょっとなんかおるぞ左に。うん、ダメダメダメ。アイアンウィルないのにそれはまずいっていうか、まあ行ってるの見えてたからね、そもそも。オッケーオッケー、よしよし。人は行って、で、なんかやってる。マジか、大胆やね、おじい。これ倒すよ、この板使ってもらおう。はい、お、倒さない、まだ早い。次かな、おい。 OK、 お、出る。 OK、 今の感じはボロダイないな、うん、わざわざ肉壁してきてるのは。なのでちょっと旗をして、で DS だけ警戒して、うーん、いや結構いい感じですね、うん、発電機まだ3つある。オッケー、ゲットコン、ちょっとファイアアップまやかしの、フルトークンファイアアップまやかしの爆速窓越えも久しぶりに見たかったけど、結構いい感じですね。おお、おるね。全員怪我してるから別に溜める必要ないという。みんな回復パーク持ってきてないんかなこれ。おじいちゃん釣って、ここで終わらせましょうか。おじいちゃん終わりやね、これで終わりだ。じいちゃん召されよ。よしよし、でも自身の極地があの辺で刺さってると。遠目やったらわかるね、うん、近く行っちゃうと斬新の戦術とで見えてるのか、うん、無慈悲の極地で見えてるのかわかんなくなるという。これは相性が悪い。なるほど、そうか、スプバカ。上は板ないし、そこね、まやかしでいこう。レベル2プラスまやかしでもかなり窓越え早いよねこれ。マイケル結構こうレベル2であっても割と愚直に追えんのがいいわ。
あんまりフェイントかけなくても、いるいるいる、オッケー、よいしょ、んーで、いったオッケーオッケー、もうその辺全部いたないから余裕しちょ。この人出はやったよね確か。あーまだあそこあるか、でんでん、どうしようかな。でもこの人追っちゃうか、いや追っちゃおう、この人ラストやん。あーそこもいたあんな、うん、おい、オッケー、これ直る、いややばいな一気に直り出すな。残り2人で行動されてバンバン直されたら結局直んねよな、こんだけいい具合にいってても。まあでももうありやから、本質やっちゃえばな、たとえ直ったとしてもなんとか全滅取れんじゃないか。よし間に合う、よし治りそう、2人修理してたら。本質は怪我直さへんからな、うん、怪我直しててくれたら御の字やけど、2人で回してたら治る。どうだ、治らんかった、あ治ったあーしかもアドレナリンか、そういうことか、いいパークつけてんね。いやちょっと折っただけでこれやな、残り3個で割と余裕あるなと思ってたのに、なんか厳しい、無慈悲の極地無慈悲の極地1試合で2回も刺さってるところ見たことあります。学びの多い試合になってるので、ちょっとやりたいな、全滅取りたいな。そこか、足当たるね、オッケー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 、いいぞ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 、皆さんこれはちょっと、よしよしよし、動画にできるわ、これも普通にいっちゃおう、ね、無慈悲の極地と、斬新の戦術がパークの相性が悪い、これまずテストに出る一つ、そしてさらにやっちゃうやっちゃう、さらに無慈悲の極地が2回も刺さっているところを見せることができたという、世にも珍しいマイケル先生のパーク講座でした誰も発見してないでしょうこの相性は、ね、よっしゃというわけで、うん、もうこの5の動画のタイトル絶対に誰も知らない、実は相性の悪いパークみたいなにしようかなね、まあ誰もね、はい、まあいいやというわけで勝つことができました。いやおもろかったなというわけで、無慈悲の極地と、斬新の戦術は、一緒につけないようにしましょう、っていうかそもそもつけないようにしましょう。ご視聴ありがとうございました、バイバーイ。今日のラッキーパークは無慈悲の極地、たまたま刺さった時のサバイバーの反応がむちゃくちゃ見たくなるパークですねこれ。